こんにちは。億万長者になりたい皆様、億万長者じゃなくてもいいけども、とりあえずお金の心配がなくなって平凡な暮らしでいいんで、小さな幸せでいいんで掴みたいと思ってる皆様、私もその気持ちよくわかります。で、その気持ち、ゴールを目指しているのに、でもね、ゴールに向かわない、もしくはゴールに向かう旅を明日延ばし引き延ばしにしている方が多いんじゃないかなと思うんですよ。例えばね、 FX をやっても諦めて今最近やってないよとかね、 FX の塾入ったけども最近見れてないんでみたいなね、じゃあもう無理なんですよ、そんなこと言ってたら。でね、あと YouTube ですか、 YouTube でいっぱい動画を作るぞと、もしかしたらブレイクして YouTuber になるかもなって始めるじゃないですか。でも今やってないでしょ、というか、あ、そろそろやんなくちゃみたいな、ある一種拘束感を覚えてるんですよ。そして他の人が YouTube をアップロードしてるペースを見て、ますますね、自分にはダメだな、追いつけないなっていうような否定感ばかりが増してきて、ついには YouTube を開けることも苦痛になってしまってやらなくなってしまうとかね、動画を撮ったのはいつの頃だろうかとかね、動画を撮った時になんか懐かしいなとか、この YouTube ってもの俺ちょっとは知ってたんだけどなみたいな感じでね。で、アフィリエイト、いわゆるネットビジネスもその可能性を見出した割にはもうやってないでしょ。自己アフィリエイトをやった時の感動忘れちゃったでしょ。私最近またね、自己アフィリエイトやってるんですよ。春になると自動車保険とかやるわけですよ。ミネラルウォーターとかやるわけですよ。いまだにですよ。どんだけ稼げるようになっても、アフィリエイトがなくても大丈夫なようになっても、ちゃんとね、アフィリエイトに戻る、原点回帰する時はあるわけですよ。一個一個ね、攻略していけば、それこそ小学校中学校の時の5教科9科目みたいなのを攻略したようにね、私は攻略しませんでしたけども落ちこぼれましたけども、でも大人になってお金を稼ぐ方法がこんなに山ほどあってですね、人を集める方法がインターネットの発達によってこんなに増えてきて、でやらないとしたら科学文明の否定ですよね、極端に言ったら。せっかくインターネットビジネスという発明があるのに、それをやらない、もしくはその発明にちょっと背を向けるのは、今70代80代の方にメールとかスマホとか覚えてよっていうのと同じぐらい多分圧力がかかってるんだと思うんですよ。ビジネスで稼ぎましょうっていうのは本当にそれと同じぐらいの感覚じゃないですかね。ビジネスで稼ごう、 FX で稼ごう、 YouTube で稼ごう、その他のね、なんかで稼ごう、転売をやろうっていうのは、もしかしたら今70代80代の方にメールアドレス使ってやり取りしようよとかね、いや電話じゃなくて LINE でお願いしますみたいなことを言うのと同じなのかなと思いますよね。ねえ、 LINE とか覚えてくれたらいいのに、スマホ持ってくれたらどんなにいいだろうかって思うでしょ。それと同じように私も YouTube やっときゃいいのにとかね、なんかネットビジネスやっときゃいいのにと思うわけですよ。分かっていただけますかね、これを。はい、今回は吉谷さんにだけではなくて他の多くの視聴者さんに、お届けする動画でございました。やった方がいいですよ、本当に。ガラケーを持ちましょうじゃない、スマホを持ちましょう、 LINE をインストールしてくださいっていうのと同じような感覚で、私は早くビジネス始めた方がいいですよってことを申し上げております。では失礼します。